皆さんこんにちは。今回は、分かち合うことと奪い合うことについてお話をします。先日ですね、講演会で非対立についてお話をしたんですけども、その時にですね、講演に来ていただいた方にこういうことをお聞きしました。みんなが幸せになるのと一人だけ幸せになるのと、どっちがいいですかって聞きましたら、みんなが幸せな方がいいって言われました。でそれでですね、みんなが幸せになるのと自分だけが幸せになるとどっちが簡単かってお聞きすると、みんなちょっと困ってましたけども、まあみんなが幸せになるのはまあ難しいから、まあ自分だけが幸せになる方がまあ簡単じゃないかというような感じでした。で改めてですね、お聞きのあなたはどう思います？みんなが幸せになるのと自分だけが幸せになるのと どっちが簡単だと思いますか？まあ難しいですね。で、そのことを説明するためにこんなお話をさせてもらいました。例えばですね、あなたにも改めて考えてもらいたいんですけども、10人で10個のパンを、奪い合ったらみんな幸せになれるかどうか。おそらくですね、10人で10個のパンを奪い合ったら、まあ、1個取れた人と2個取れた人でも、それも取り合いですからですね、なんかちぎれたりこうちょっとかきむしられたり、人によってはですね全然取れなかった人も出ると思いますね。だから 10人で10個のパンを奪い合うと、そのみんなは幸せになれない、それは明らかですね。じゃあ誰かが幸せになれるかどうか考えてみてください。仮に3個取ったぞって言った人も、本当にその人幸せになるでしょうかね。でじゃあもうちょっと増やしてですね、10人で20個のパンを奪い合ったらどうだろう。実は同じことですよね。3個取った、4個取った、あるいは1人もとあの1個も取れなかった、あるいはパンがちぎれたりですね、くちゃくちゃになったりして、手、ジャムがいっぱいついてしまった。じゃあ10人で100個のパンを奪い合っても、やはり同じことですね。本当の意味でみんなが幸せにはなれない、これは明らかですね。今度逆に考えてみましょう。10人で10個のパンを分け合ったら、まあ、1つずつ食べようよということで、まあ、みんな満足しますね。怒る人は多分いないでしょうね。じゃあちょっと足りなくなって、10人で5個のパンを分け合いましょうとなると、じゃあ半分こしましょうとか、僕いいよ、もうちょっと味見だけでいいよとか、いや私いいよということになります。それでも自分が、私お腹空いてないからいいですよっていうふうに言った人も別に腹は立てないですね。ですから面白いことに、10人で5個のパンを分け合ってもみんなある意味では満足、不幸な人はいない。面白いですね。10人で10個のパンを奪い合っても、20個のパンを奪い合っても、50個のパンを奪い合っても、奪い合うということでは本当にみんな幸せになれない。ところがですね、10人で10個のパンを分け合う、10人で5個のパンを分け合う、あるいは10人で1個のパンを分け合うときも、いいよ僕はというふうに、で結局お腹空いた人だけでどうぞとか、お子さんを連れておられますから お子さんとお母さんどうぞというふうな形 でも譲り合えばみんな満足できるというふうにですね、実はそのパンの数ではなくって、実は分け合うか奪い合うか、そこでですね、大きく気持ちが変わりますね。では改めてこの社会を考えてみましょう。この社会は分かち合う社会でしょうか、奪い合う社会でしょうか。明らかに奪い合う社会ですね。お金持ちが貧しい人にお金を分けた覚えもいう話もありませんし、部長が課長にお金を分かち合う、あるいは課長が、自分のですねスタッフにお金を分け合うこともない。ですからお金持ちはお金持ちのままだし、ホームレスはホームレスのままだしですね、本当にその面白いですね。同じものがあっても分け合うならば満足できるように、同じ量があっても奪い合う社会だから、ますますですね格差が広がって、この社会は幸せになれないというふうに、本当にですね、これからこの世界全体が、社会全体がですね、分かち合う社会になればどれほどみんなが楽になるかということを、私はいつも夢に私自身の夢はそういうことなんですね。どうぞ皆さんもそんな無理だと思わないで、分かち合う社会を実現したいということを強く願ってみようじゃないですか。やはり強く願えばですね、夢は実現します。どうぞ皆さん、奪い合う社会から分かち合う社会に変えていきましょう。